施設のことなら何でもお申し付けください。またご用がありましたらお越しください。日々の訓練が勝負を分けますよ。私、強くなれるでしょうか。Thank you.
だ。これでお役誰も死なせ。この力技にも磨き。できることが増える。強い結果が残せましたね。手応えあり。みっちり鍛えてさ、訓練を怠らず勝利をつかみましょう。何か手伝ってくれるのか？作業は皆で分担しないとね。空腹は一番の敵です。まずまずの味だな。次は一工夫入れてみるか。わざわざ作ってきてくれたのですか？ありがとうございます。いただきます。せっかくあなたが作ってくれたんだもの。お腹が減ったらまた来てください。
あれ、何してるの？足か。いや、ちょっと本をな。お前はこの指南書、読んだことあるか？ああ、その本か。あるよ。何年か前にレスターで流行った戦術の指南書だよね。大修道院にいた頃に読んだけど、難しい言い回しが多くて読むのは大変だったな。確かに結構小難しい本だが、参考になる部分もあると思ってな。君、コーデリア領の山奥の村で生まれ育ったって話だったよね。ん？ああ、そうだが。士官学校時代から気になっていたんだけど、よくこんなに難解な文章を読めるよね。貴族や裕福な家の出だったら読めるのも当然なのかもしれないけど、一体誰に教わったんだろうと思って。あ、気を悪くしたらごめんね。いや、気にしなくていい。俺に読み書きを教えてくれたのは育ての母だ。今思えばあんな山奥で暮らしてるのが不思議なくらい博識な人だったぞ。へえ、もしかしたら何か事情があったのかもしれないね。母さんは昔の話をしたがらなかったからな。過去については全然知らないんだ。だけどすごく教養がある人だったっていうのは君を見ていればわかるよ。読み書きだけじゃなく計算や地図の見方だって知っていたでしょ。お城で育った貴族や騎士の人たちとそう変わらないんじゃないかと思うよ。そうか。そこまで言われると少し照れちまう。それだけ気合を入れて育ててくれた母さんに。うん、君のお母さんは間違いなくすごい人だったんだろうと思うよ。僕もロナート様に出会うまでは本なんて読んだことも。確かに傭兵団で読み書きができたのは団長と俺とあと数人だったかもしれない。母さんは一体どこでそんな知識を身につけたんだろう。と言っても母さんが死んだ今。多くの品々を取り揃えておりますよ。良い品を選ばれましたね。良い品を選ばれましたね。またのご来訪をお待ちしております。こんにちは。実はね、ありがとう。
どの戦場に向かうんだ？焦らず準備してくるといい。成果はあったのかい？結果を出してこそ価値があるからね。どの戦場に向かうんだ？この2年間、ディミトリの指示でファーガスの各地を転戦してきたが、マグドレド街道か、この辺りで戦うのは初めてだな。そうだね。どうやら霧深い土地のようだ。それにしても深すぎる気もするが、君にとっては慣れない戦場だ。慎重さを失わないように気をつけてくれ。例えば霧の中で視界を失って崖下に突っ込んでなんて死に方は最悪だろう。俺を何だと思ってるんだよ。過保護だな、ナルバは。おや、自信満々だね。さてはもう僕の力は不要ということかな。そういうことを言うなら自分の力だけでやってやるさ。見てろよラルバ。からかっただけだよ。でもいいかい、君が死ねば僕も死ぬ。それをきちんと心得て戦ってほしい。さあ行こうか。霧では敵の居所もわからん。奇襲に備えて警戒を強めねばなるまい。霧が晴れるのを待っている時間がない。少し手を貸して。ロナート卿を探し出し撃破するぞ。まずは前線を押し上げ、総員進軍を開始せよ。相手が王様の軍だろうとひるむな。ロナート様のために戦うんだ。はっせい。
制圧を進めるぞ。しまったようだな。まあ命じられた仕事はするさ。あれはゴーティアの、あの男がなぜこんな戦場に。なるほど、ここで兄上陛下の遠慮なく札を切ってくるもんだ。敵の足止めは引き受けてやる。てめえらその間に勝つ方法を考えやがれ。傭兵に指揮を出している頭がいるはずだ。マイクランに相手を任せ、その者を探すぞ。これでここで新手が出てくるか。それで俺たちのやることは変わらぬよ。奴は他の人に任せるよう言われたけれど、君は本当にそれでいいのかい。どいてもらうね。まだまだ。これの出番か。背中任せていいか。力を合わせましょう。ごめんなさい。二人で決めたぞ。お前らの負けだ。さすがだわ。私も見習わなくっちゃね。使っとくか。これ以上の無茶はできないか。強かったな。撃っておければ最良だったが、
贅沢は言うまい。おお、あいつを追い込むとは。王国の連中もなかなかやるじゃねえ。今よね。何？最善を尽くすんだ。さあ進みましょう。最善を尽くすんだ。さあ、私もジェラルト傭兵団の新参者として新参をなめぬようやりますぞ。少しは。無理はできんか。引かせてもらおう。アロイス殿を追えば指揮官のもとにたどり着けるかもしれん。
決まったもんは仕方ねえ。俺たちへの歓迎をしてやろうじゃねえか。残らず撃つ。それか、任せていいか。力を合わせましょう。セイヤー、二人で決めつけろ。お前らの負けだ。かなりの手だれだな。ただの傭兵とは格が違う。なんこの程度じゃ満足しきれん。俺の目指すところはもっと上だ。どれだけ訓練を積んだら君に追いつけるんだろう。この俺がここまで押されるとはな。ああ、私は取りたくないもんだ。これ以上の戦いは俺たちの命が危ねえ。雇い主には悪いが、ここは引くぞ。傭兵団は退却してしまったか。ならば次の手だ。別動隊を出せ。敵の傭兵団を退けたはいいが、この霧は晴れる気配もないな。戦国の敵増援の中に不審な魔導を操る魔導士を確認したと報告が入っています。もしその魔導士が霧を操っているなら、倒せば霧を晴らせるかもしれんな。Yeah!
いでちょうだい。二人で決めたんだ。お前らの負けだ。やりゃ十分だろ王様よ。てめえら、さっさと撤退するぞ。通じぬか。ならば正々堂々と戦うまで。ロナート卿、撃たせてもらいます。皆前進せよ。一息に敵を飲み込め。せっかく帝国についてくれたんだもの。
最後まで守り抜かないとね。ここで足だか、ロナウド卿は目の前なんだか。くれたのだ。ここは力を合わせねば。伝令兵か、捨ておけんな。よし、増援を呼ばれる前に仕留めるべきだ。危ないのに。でも私はまだ。ドロテア、もうやめましょうよ。これ以上戦って何になるんですか。そうね、ごめんなさい、私の負けを。あなたが教団を受け入れるおつもりなら、命を持って追い覚めするまで開門せよ。わしはもう後には引けぬ。ロナート様、よくも覚悟を決めないと。二人で決めたぞ。お前らの負けだ。この手間一発か。よし、問題なかったな。なかなかやるじゃねえか。童貞家の将じゃないのが残念だ。たとえ死のうとも我が子の目が。ああ、クリストフよ、許せ。今お前の。まだだ。終わったな。みんなよく戦ってくれた。仕事としては成功だな。おや、その割には不満足のようだね。ああ、仕事に勝って勝負に負けた。ロナートは倒せたし、ジェラルト傭兵団を撤退には追い込めたけど、その傭兵団のせいで勝てる戦でとんだ苦戦を強いられたし、灰色の悪魔を倒すこともできなかった。これを負けと言わず何というか。勝利だよ。君たち傭兵にとっては仕事と結果が全てなんだろう。それに加えてこの戦闘で灰色の悪魔の危険性を再認識することさえできた。そうだな。あいつは一人の力で勝敗をひっくり返すような。その通り、必ず大きな障害になる。そうかもしれないな。ところでディミトリの姿が見えないけれど、どこへ行ったんだろうね。確かにフェリクスたちもいないな。何か大事な話でもしてるのか。気になるなら探してみたらどうかな。君が立ち入れる話かどうかはわからないけど。首
を突っ込むべきじゃないんだろうが、ちょっと気になるしな。探してみるか。努力しないで。少し。よく参じた、マイクラン。貴校の活躍、覚えておこう。フッ、よく参じたも何も、全部てめえの差し金だろうがよ。あの男、さっきの。どうして君は盗み聞きなんてしているんだい？揉めてるようだし、下手に口を出して話がこじれたら困るだろう。おいイノシシ、どういうことだ？こんな野党崩れの男を賞に据えるなど。全ては2年前、俺の即位の折に辺境伯らと話し合って決めたことだ。ギュスタブらに命じてこの男を捕らえ、兵を与えて王家に忠誠を誓わせた。そんなことを聞きたいのではない。なぜこのような真似をしたと聞いている。実力ある指揮官が必要だったからだ。我が軍にはそれが決定的に足りていない。彼は辺境伯から傭兵を叩き込まれている。その実力は俺もこの目で確かめた。ルーグの時代から数百年、ファーガスは長らく紋章と遺産の力に守られてきた。外敵から国土を維持するにあたり、その力に依拠し続けてきたということだ。無論アドラステアとの戦いにおいても、英雄の遺産は簡単に手放せるものではない。だが遺産の力だけで国は守れない。使い手が撃たれれば戦いはそこで終わりだ。加えて英雄の血が薄まりつつある今、こうしたものを登用していかなくては。お前の言っていることは正しいかもしれん。だがそういう問題ではない。少し前まで悪事に手を染めていたようなものを取り立てていいと思っているのか。ゴーティエの長男の噂はあまりに有名です。俗に身を落とし略奪を働いていたと。そんなものを賞として登用すれば兵からも不満が出るのではありませんか。取り立てるねえ。聞こえはいいが、実際はただの領収だぜ。副官、部下、王家に仕える精鋭どもが寝てる間さえ俺を監視してやがるんだよ。おいシルバン、人ごとのような顔をしているが、お前はそれでいいのか。陛下には前もって相談されてた話だしな。別に今更どうこう言うつもりはないさ。せいぜい仲良くやろうぜ兄上。あんたは俺の顔なんて見たくないだろうけどな。まそういうことだ。何かあればまた呼べよ国王陛下。また手段を選ぶなとでも言うつもりか。否定するつもりはない。だが今俺は彼を使うことにこそ意義を見出している。あの男が賊として働いた行為は決して許されて良いものではない。そんな人間を賞に据えた俺もろとも責められるべきことだろう。だがもしあの男に紋章があれば、その人生は一変していたかもしれない。俺が殺した叔父上と同じようにな。陛下のお考えは理解できます。ですが彼に傷つけられてきた人々は。失われたものは戻らない。奪ったものは返せても、
奪った命を返すことはできない。食材の意思がないのならその命をもって、あるのなら別の形で埋め合わせるべきだ。命を懸けて人々のために戦うことが彼にとっての食材の形になると、その上で人々が彼を許さないというなら、彼らには復讐のため剣を取る権利がある。話は分かった。だがな、そういう考えがあるのなら席を追う追わないの問題ではない。単に考えを共有しろと言っているだけだ。そうだな、すまなかった。さて、では手はず通りアリアンロッドに軍を進めてくれ。ローベ家の軍勢にここまでの痛手を与えられたのなら制圧も楽になるだろう。白銀の乙女、アリアンロッドか。私たちで陥落させられるのかな。あれだけの兵をこっちによこしたんだ、防備の兵はそう多くないんじゃないか。ま、希望的観測ってやつではあるな。カロン、ゲラインと両家を救援できましたし、彼らの兵も借り受けられそうですね。ああ、そうだな、彼らの戦力は貴重だ。今後の戦略に組み込んでいかねばなるまい。アッシュ、アリアンロッドでも俺たちと共に戦ってくれるか。はい、もちろんです。お気遣いありがとうございます。あまり無理はしないでくれ。辛い時には休むことも必要なのだから。しかし、ローベ家の軍はさておき、今はジェラルト傭兵団の存在が気にかかる。確か昔お前が会いたがっていた傭兵団だったな。ああ、そこの傭兵、灰色の悪魔に昔いた傭兵団がやられちまって。手向けってわけじゃないが、俺はあいつより強くなりたいんだ。そうだったのか、初めて聞いたな。隠してたわけじゃないが、誰かに話すほどのことでもないしな。ジェラルト傭兵団を超えるというのがお前のなすべきこと。なすべきこと。そうだな、それが俺の目標だ。ジェラルト傭兵団はかなり強力な相手だ。可能な限り交戦は避けたいところだが、帝国軍はまだ旧アランデル領に屯している。近いうちまた戦うことになるだろう。ああ、分かってる。気を引き締めて臨まないとな。